決まったんですね。そうですね、終了からは50秒ということです。さあラップタイムがですね、集団の方がリノード選手より5秒程度は速いといったところですね。今のところ後ろの3名とは澤田選手ほぼ同じペースで強烈に逃げ続ける澤田選手、完全にこれはもうエリアに入ってます。ゾーンに入ってます。間違って石川遼のマネショット。ゾーンに入ってます。ゾーンに入ってます。あれ、逃げて追いかけて、ブリンセンの2名が集団に戻りました、ね、そうですね、はい、今更集団に戻った、増やしてもう一回立て直すということですね。どうぞ、どうぞ、どうぞ。本当にこれはこのまま澤田選手がというのもありますし、今追走している3名、そして集団がね、残りあと6周回を次迎えますので、本当に力入りますね。周回いけそうだな。どんどん厳しくなってくるが、ペースはまだ落ちない。いやもう本当にこれ苦しいという表情じゃないですか。いけー、まだ大事でも諦めてないですよ。まだ諦めてない。諦めるわけにはいけない。そしたら澤田選手の勝ちですから。そうですね。さあこの3名をまだ諦めていない。それに負けない精神力を。どうもこれだ、大好き。その意識を持ち続けてペースをキープしています。澤田選手がこちらこそラインを迎えまして、一応お忘れのようですが、澤田選手去年のさ JBCF のトラックチャンピオンよ。 JBCF のトラックチャンピオンよ、澤田選手。それも中長距離でポイント稼いだトラックチャンピオンだが、自走に独走力は2秒、10秒、12秒といったところで同じようなペースで走っているんですけれども、後方の集団がですねここへ来て1分15秒ほどということで、ラップが少し落ちているといった印象もあります。そりゃ落ちるだろうよ。ここで本当に終わりなんてね、安西先生みたいな。そりゃ言うだろう、はい、走ってますから。まだ大集団の前をまだ抜け出しかかってますね。5人か、この5人ぐらい人気に回っているとね、ですけど、残りがもう5周が表示されてます。残り5周、5周で追いつくのはきついんじゃねえかな、これ。さあまだ諦めない、まだ諦めない。さあ後ろの集団も厳しくなってきたように見える。ポイント周回やってまいります。さあ現在1位がですね、満点取りました。こちら澤田選手2番手に、こちらが13ポイントの五十嵐選手なんですが、どうやらですね3位が、ようですので、これは最終結果にかかってきますので、はい、またご案内したいと思います。4周、今、先頭の、はい、4周に入ってくるということですね。まあ、ちょっと大集団はこれじゃ届かないかな。もう届かんだろう。ただ、ただ、サーフィンスタートからずっとですから、最後にガクッと来ちゃう時がね、あるんで、それだけはね、気をつけないと。いやもう走っちゃうだろう、こうなると。さあそしてね、逃げてきた澤田選手、ちょっとラッキーなのは風がちょっと弱くなって、そうですね、少しこちらね天気をしている場所からもね風が弱いかな。ただまだ吹いてはいますからね。いきなりどん逃げで逃げ切っちゃったな。ね、これが自転車競技、屋外で外でやるスポーツですね。残り3周回に入ります。決まった。これは決まった。これも決まりだ。
さあここでもう残り3人で追いつければこの3名今ゴールライン通過する3名まででしょう。どうでしょうこの3人無理だろう。表情的にはそうですか。コアケンイガピー最初だろ。2位まで入らなきゃ。今はそばの狭いがお前のこういう風になってしまうとまた澤田選手さらに有利になりますから。さあ澤田選手あと1周逃げ切ったらいけるような気がします。ただですね澤田選手と後ろの後続3名のタイムギャップが約20秒ということで広がってます。そして斉藤選手が一気に前を追いかけ始めました。さあ斉藤選手ベルマーレ斉藤選手がここで来ておりますが残りの3周回も来ておりますので2周弾はない。そうですね追いつくんだったら1人追いついて仮に3人が追いつくと逃げ続けてる斉藤選手さらにダメージを受けるはずですから。さあ残りが2周を今通過しました。残り2周決まったなこれ。きついと思いますけど。しかしもうここまで来たらこのままいい舞台を迎えて3人はまだ諦めてない。ゴールアーツも残り2周回です。このコース全部見えるでしょ、はい。あーローテしてる間ごめんこれぐらいを見かけていいですが。さあ今バックストレッチ先頭の澤田選手が通過しておりますが、さあ残り1周半というところ。さあ集団が今第4コーナーを抜けてきました。大穴集団が抜けながら届かなかったか。さあ強烈に逃げ続ける澤田選手は第3コーナーから第4コーナー6位取りってどうすんのめ。さあ第4コーナーもかなり積極的にこちら集団の中では動いているが、それでもやはり澤田選手の位置が今集団で動いてもどうにもならん。第4コーナーラスト1周ですね。さあ澤田選手の走りが最後の彼の音をこちらもう決まったなこりゃ。これがもうじゃなかったですか今。ここで今パンクしたりしたらえらいことになりますから。いけてそれはもうそういう話を置いとこう。さあそして後ろを追ってる3名もここに来ました。さあここはもう2位争いに考えています。3、4争いはどうなったか。ラストです。もう澤田さんほぼ決まりです。てか決まったっしょ。澤田選手は現在バックストレッチセンターあたりを通過しております。さあちょっと今危なかったですが、もうフィニッシュに向けてですね。ほとんど逃げ切りましたね。さあもう本当に。2周目ぐらいだもんな逃げ始めたの。え間もなく第4コーナーを回りましてフィニッシュへ向かってくるところです。さあ皆さんすみませんありがとうございます。これは皆さんお願いします。Aクロスはこちら登録初年度シエルボナナプロサイクリングチームの初戦であり初年度登録のこちら見事優勝でございます。決めました。これ万歳サイクリングチーム澤田健勝選手見事第1位でのフィニッシュです。さあ、みんなの前に逃げ争いですね。そして、この第2位、4位争いの3名が入ってまいりました。もうすでに第4コーナーが続きますが、こちらの3名が表彰台、こちら2、3、4位争いに最初行け、最初ありますが、まずはこちら、ベルスナレの最初選手、そして、2位選手の順番に入ったもようです。で、フィニッシュを迎えたようです。さあそしてですね集団がこの後、5位争いから入ってまいりますがちょっとね残念でした追いつかなかった集団の頭辻さん。5位争いで先に入ってくるのはこちらは宇都宮ブリッテの辻選手。そしてアイスランド工業綾道かこちらは73番木森選手。大地